ツナちゃん、応援に来たよ。わあ、来てくれたんですね。ありがとうございます。なかなかの盛況ぶりやね。はい、歩さんにお手伝いをお願いして正解でした。私一人ではとても回せなかったと思います。そう考えると、これまで一人でこなしていたかなたさんの凄さがわかります。さすが特待生ですよね。学科の違う二人で代役をやっているんでしょ。十分検討しているわ。ルビーもそう思います。スイーツを食べた人みんな笑顔だもん。そうやね、下の肥えた人もいるだろうに満足させてるなんてすごいね、せつなちゃん。かなたさんのレシピと歩さんのおかげですよ。私一人ではとてもとても。そんなこと言って自信があるから参加したんでしょ。いいえ、自信は少しもありませんでしたよ。それなのに代役を？かなたさんが今日のためにどれだけ頑張ってきたか見ていましたから。せっかく一生懸命頑張って完成させたレシピがお披露目されないなんて、自分のことのように寂しく感じてしまって、私が何とかしなくてはという使命感のようなものを勝手に感じてしまったんです。虹学もみんな仲がいいんやね。同じ同好会の仲間ですから。それに頑張っている人は応援したくなるじゃないですか。うん、わかるよその気持ち。あ、私ったらつい話し込んでしまって。どうぞこちら召し上がってください。ありがとう。あれ、なんか歩ちゃんが作っていたものと見た目がだいぶ違うような。さあ遠慮せずどうぞ。え、ルビーでいいんですか？はい、こちらはさっき作りたての私の自信作です。それじゃあいただきます。うん。お味はどうですか？ルビーちゃん？え、ルビーさん？あ、せつなちゃん、そのケーキどこから？え、何が起こったの？皆さんとの新しいお話があるみたいです。ワクワクしますね。